安藤博さん、インボイスとの戦い、ご苦労様です。補選と地方統一選、結果が出ましたが、どうご覧になりますか？安藤博さん。っていう感じですね。自民党と維新で連立組んでもらっといて、それで本当の野党でこのグローバリズム勢力に対抗するみたいな形が取れればいいけど、維新が野党ですっていう立場、仮面をかぶって野党ですみたいな格好になると、それで野党第一党とかになると、もう地獄になると思いますね。もう最悪だと思う。うん。そういう流れがあり得るんじゃないかな。うん。で、自民党と維新が組んでもらったがまだマシというパワーワード。だから、その方がちゃんと与党っていう感じで分かりやすくなるんで、まだマシですよ。国民からはこう、なんだろうな、分かりやすい感じになるじゃないですか。維新が野党の第一党ってなると、一応与野党対決とかってなって、それで与党と野党で話し合って法案修正して通しましたっていう形になると、美しい形になるわけですよ。でもそれで出来上がってくるのは、めちゃくちゃ売国的な政策がより強力になって進められるって形になるから、多分国民にとっては地獄。っていう感じになると思います。その流れが最悪ですね。まあ、感じでございます。いやー、絶望の統一地方選挙、そして、統一地方選挙というか、国政選挙、補欠選挙の結果でございました。